で根元はゼロテクですね。この間やったみたいに。はい、こんにちは。札幌占い美容室ハイマガシの後藤です。今日も、モデルさんの方ですね、これから、返信させていただきたい、返信させていただきたいな、いただきたいじゃないか、口が回らない返信して、させて、してあれ、分かんなかった。まあいいや、これからやっていこうと思います。はい、それでまだちょっとカウンセリングがまだ終わってないんですが、長さはどうするんですか。長さ今こういう感じで結構切るんですか。髪の毛を伸ばしてるんで、はい、ああなるほど、伸ばしてるんですね。そうなんです。だからちょっと長さは変えずに、はいはい、傷んでるとこちょっと切ってもらったり、はい、髪の毛をなんか全体的に整えてほしいなと思います。あ、了解しました。じゃあ、はい、現状の感じで伸ばせる状態を作ってくれればいいかなと。ちょっと揃ってないところ揃えたりとかっていうぐらいでいいってことですね。はい。前髪とかどうなんですか。前髪は、はい、ちょっと今長いんで、はい、なんか眉毛にちょっとかかるぐらいな自然に流れる感じにしてほしいです。了解しました。じゃあ長さはだいたいちょっと雰囲気分かりましたので、はい、色はどうなんですか。なんか今日はなんかあります。写真を持ってきたんですけど、はい、こんな感じ。なんかちょっとなんていうんですか、なるほど、なんていう説明すればいいんでしょう。なんかちょっとブリーチして色入れてるような感じのそうなんですけど、アッシュ系のカラーかな、はい、けどちょっと髪の毛はあまり傷みたくないで、ブリーチはしないで。ブリーチはしたくない。はい、ブリーチはしないで、これにちょっと近いような、はい、ああなるほどですね。色にしてほしいです。今実際こう見えてる色っていうのがパール系のアッシュカラーなんですね、のハイトーンなんで、多分1回ブリーチしたのに、もう1回ダブルプロセスで入れてるような感じなんで、これをブリーチなしでってなると、はい、あ結構その色がねちょっと暗くなっちゃいますけど大丈夫ですか。今日は大丈夫です。で徐々に抜けていきながら楽しめていけるかなと思うんで、今のあれですよね、オレンジっぽかったりとか赤っぽいのが嫌なんですね。はい、それをどうにか消していきたいっていう感じでしょうか。はい、綺麗な色に出してほしいです。わかりました。じゃあちょっとそういう感じに、はい、これちょっとね、カラーチャートなんですけど、じゃあまあこの辺の色にちょっと紫が薄くパールが入ったような感じのね、はい、それぐらいにしていきたいなと思うんで、はい、なるべく明るめでちょっと設定したいと思います。お願いします。ブリーチ使わなくて、ブリーチ使わないんだったら明るい方がいいですもんね。明るい方がいい。なるべく明るい方がいいから、はい、はい、分かりました。そしたら僕今ちょっとなんとなく思いついたのが、あ、そうちょっと待ってね。はい、はい、今ちょっと思いついたカラーを、ちょっと使っていこうと思ったやつがトーン上げたいので、まず C の14、一番マックスですね、14までとりあえず明るくしたい。そして、もう原色のせないと多分このイメージのブルー系は出ないんで、多分普通のやつでアッシュ系でやってもちょっと難しいんで、もうブルー直でのっけます。そして、これ違うメーカーなんですけど、イゴラさんのこのパールですね、ペールバイオレットっていうカラーなんですけど、CPV の11っていうやつがあって、これイゴラさんのブルーすごく綺麗だったんで、これをちょっと111でやりたいと思いますね。はい、それで、やっていきたいと思います。はい、もう一回確認すると、スローカラーの C の14とスローカラーのブルー、それからちょっとメーカー違ってイゴラの、
ピクサム F ってやつですね。こちらの、C の PV11 ってやつを、これはバイオレット系ですね。ここはちょっと少しパールのこうフィルムかけたようなカラーを作ってるので、すごく綺麗にパールが出ると思います。それをちょっと入れて、さらに足を濃く入れていきたいと思います。はい、ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけど、ちょっとそれで全体染めてね、絶対普通にこう染めちゃっていいんですもんね。はい、大丈夫です。ブラとかじゃなくてね。はい、わ、はい、かりました。ではやっていきます、早速。はい、ではカットカラーで大体1時間ぐらいでここからやっていきたいと思います。はい、ではやっていきますね。今までパールとか全然パープルみたいな色とか青とか、はい、入れたことないです。ごい楽しみだったんですよ。結構青をがっちり入れないと出ないんですよ。あ、結局なんか中途半端で終わっちゃう。ごめんなさい、ちょっと浸透剤つけてます、はい、結構それやんないと、はい、なんかみんな守りでやっちゃうんですよね。で、大体もう決められたでアッシュの10番とかアッシュの8番とかそのまま使うんで、こういう使い方ってあんまりしないんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。これちょっと変な使い方ではあるんですけど、なんかすごいもうめっちゃ濃い青なんですけど、今回使うやつが。でもそれぐらいやんないと今のトーンの状態でああいうアッシュ感ってもう出ないんですよね。ちょっと違和感あるぐらいのアッシュって出せないんですよ。そうしないともうなんか普通で終わっちゃう。ああこういう感じねみたいな。安定してるんですけど、はい、それってなんかいまいち、ああまあ普通だよねっていう感じになっちゃうんで、まあどっちかっていうとちょっと攻めると思うんですかね。うん、なんでちょっと、はい、下手したらすごい変になっちゃうしっていう、これは大丈夫ですけど、そのぐらいの勢いでいかないと、はい、ただ顔周りすごい色入りそうなんで、はい、そこはちょっと僕はちょっと時間を置いた方がいいかなっていう、薄く塗るか考えます。はい、はい、今浸透剤つけたんでここからカラーを塗っていくんですけれども、はい、で今浸透剤の上から塗っていきます。で、まあ、基本的に一発ですね、根元から一発で塗っていくので、今だいたい2センチぐらいのリタッチがあるんですけど、2センチのリタッチなんでそのままいっちゃいます。これは塗布量としては毛先の方の塗布量をちょっと多めにして、根元の方はコームワープっていうやり方でちょっとぼかしていくんでちょっと見てください。基本的に時間ロスないように一発でドンってつけて、こうですね、毛先はこのままドンってつけて、それを、まあ、根元の方あんまりやるとちょっと上がりすぎたら怖いんで、コームワープですね、これですね、これをノーテンションで少し角度を90度より少し角度つけた状態で、ソフトにやっていくぐらいでいいと思います。毛先までドンってのっけます。この時はもういっぺんにのっけてしまって、で毛先じゃないや根元をコームアップさせて、コームアップをちょっとこういう風につけて切ります。で、顔周りの方はちょっと、ブルー反応しちゃいそうなんで、バックにオーバーダイレクションさせたぐらいの角度、このぐらいの角度で塗っていった方が僕はいいかなと思いました。なので若干後ろに引いた方が顔周りが濡らさらないので、少し後ろ側に引いて後でちょっと考えようかなと思います。で、顔周りもコームワープを使うんですけど、あんまり攻めないで軽くですねやっていきます。で、根元はゼロテクですね。この間やったみたいに丈を寝かしてゼロテクでつけていきながら、フォームワークで根元の方を少し攻めていくような感じが理想ですね。で、バックシェイプで顔周りの方をあんまりつかないようにして、
ます。で今度逆サイド。今度逆サイドを塗っていきます。今、顔周りのラインをバックにオーバーダイレクションして塗ったんで、この辺は結構色入りやすいので、ブルーとか使ってる場合結構危険ですので、時間差で、塗っていきたいと思います。ですので、まずちょっとここの状態で1回時間を放置して、それから、顔周りの方を塗って、また時間を放置してっていうような感じでやっていきたいと思います。でワンプロセスで明るくするので、まあちょっと時間は長めに置こうかなと思ってます。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。はい、また、毎日更新できるようにですね、動画の方アップしていきますので、皆さん、ムービーコラム見てください。あと、動画の方のですね、詳しい説明とか、その辺は、公式のブログの方に、書いてるんで、ブログの方もぜひ見てください。はい、応援とかシェアしていただいたら非常に嬉しいです。今日どうでしたか？すごい楽しかったです。本当ですか？嘘っぽいですか？大丈夫ですか？すごい髪の色がすごいお気に入りになりました。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございました、はい、今日も夜遅くまで。はい、では皆さんまた、見てください。じゃあね。いきなりですけど。さよなら。さよなら。